都市北区上賀の岩が垣内町にある京都市営地下鉄、烏ラ線の駅。駅番号は、K03。駅は、北山2の下にあり、地下1階が、改札口1カ所のある、コンコース街地下2階が、島式ホーム1面2線の地下駅である。地下1階と、地下2階は、エレベーターと、エスカレーターそれぞれ1機と、階段2カ所でつながれている。 1>, 1番と2番の出入り口が東側にあり、1番出入り口が北山2、南側歩道上に、2番出入り口が北山2、北側歩道上に出られる。3番と4番の出入り口は西側にあり、3番出入り口からは北山2、南側歩道上に、4番出入り口からは北山2、北側歩道上にアクセスできる。3番出入り口にはエレベーターがあり、 京都市が運営する駐輪場が併設されている。方面表記は京都市交通局がウェブサイトで使用しているものを示している。2019年度の1日平均乗降人員は14,639人である。各年度の1日平均乗降乗車人員は下表の通りである。1970年代以前は現在の北山2の南側は 下鴨一帯からの住宅の外れであって、植物園の森が茂り、北側は、田園地帯だった。今では、北側は、住宅や商店、小規模事業所が並ぶ。この地域は新しい建物が多い。1980年代後半から1990年代に、かけて、駅近辺の北山通沿いに、多くのブティックや雑貨屋、カフェ、洋菓子屋などが進出し、 おしゃれな街のイメージをもたらした。しかしバブル崩壊により急激な開発は収まり、ビームス、ベネトンなどは撤退したが、イノブンやマールブランシュなどのいくつかのカフェなどが、イメージメーカーとして存在しており、一定の人気を保っている。最寄りバス停は、駅東よりの北山駅前である。かつて、 京都バスの停留所名は前萩町で、北山駅前は一つ西のバス停だったが、2017年3月18日のダイヤ政治に市営バスと統一した。ありがとうございます。